嵐とナンバー・アイ・ドーム公演・明暗で鮮明な国民的グループの世代交代。消滅、と年明け公演芸能界も近く変動。創業者のジャニー北川氏、去年87の問題を受けて10月17日、ジャニーズ事務所の社名がスマイルアップに変更された。東山則之新社長、57、七、八十月2日に行った会見で、 ジャニーズ事務所がタレントのマネジメントや育成業務から完全に撤退し、被害者の保証のみを行っていく会社になると説明。同社は保証終了後に廃業となる。所属タレントは新たに設立するエージェント会社と個別に契約を結んで活動し、新会社の社長に東山、副社長に井ノ原義彦、47、が就任。 会社名はファンクラブで公募する予定だ。ジャニーズ事務所が消滅し、所属タレントとの広告契約を見直す企業も続出する中、国民的グループ嵐は間もなく CD デビュー25周年を迎える。来年11月3日にデビュー25周年を迎えますから今年の11月3日からアニバーサリーイヤーに突入するんです。 これまでも周年にはアニバーサリーライブを開催してきましたから多くの関係者やファンも再集結とライブの開催に期待を寄せています。しかし25周年のアニバーサリーライブはどうやら開催されない見込みということが明らかになってしまいましたね。芸能プロ関係者10月17日発売の週刊女性シフト生活者 が、嵐の再始動ライブを開催するべく、2024年秋に東京ドームが抑えられていたと報道。ところが、予定が変更となり、最終的にはジャニーズの別のグループが使うことが決まったという。 25周年に再始動すべく、桜井翔41を中心に調整が進められており、相葉正樹40、二宮和也40、松本潤40も了承していたというが、大野里氏42が完全拒否し、計画は頓挫したと記事では伝えている。資格嵐の再始動ライブ博士課で解散もちらつき始め、 前での芸能プロ関係者が続ける、ドームツアーはアーティストにとって憧れでもありますが実はドームを抑えるのは人へにお金があれば OK という話ではなく、ドームサイドと特別な信頼関係を築いている人脈がないと不可能な、非常にハードルの高い話だと言われています。これまでジャニーズ所属のグループがドームツアーをたびたび開催できていたのは、 ジャニーズというブランドが強かったから。ただ、いくら嵐であっても、時期が迫ってくる中、具体的に話を進めることができないと、ドームサイドも了承することはできない。ジャニーズ事務所サイドももう無理だなとなり、別グループのライブに切り替えることにしたのではないでしょうか。嵐は活動休止から猛戦費長が経過。 さらに25周年ライブさえできないとなったら、いよいよ解散が現実的になってきますよね。四角ヌームバー、アイ、波ームライブにおわせ。嵐の東京ドームが白紙となった一方、元キー n g o p スの平野仕を26。 神宮寺ユータ25、岸ユータ28で結成された新ユニット、ルームバー・アイはお披露目の生配信でドームライブを匂わせていた。9月30日をもってジャニーズ事務所を退所した岸は10月15日、滝沢秀明氏41が立ち上げたエンターテインメント会社、トベに合流することを同社の公式 YouTube チャンネルの生配信で発表した。 同日18時30分から19時にかけて行われた東京ドームからの生配信では、7月7日に先駆けて飛べに合流していた平野と神宮寺が笑顔で騎士を出迎え、3人での新ユニット、ルームバー・アイを結成することも明らかにし、多くのファンが歓喜した。 単なるインパクト重視で合流を発表するわずか30分のために東京ドームを借りるというのも考えづらい。3人が合流したことで本格的に音楽活動が再開されることは間違いないでしょうから、新ユニット結成を発表した聖地である東京ドームで近々ライブが行われることになる。そうした見方が強いですね。レコード会社関係者。 近く日本の芸能界が迎えた歴史の転換点とべが本格始動する前の5月25日発売の女性セブン小学館では滝沢市が東京や大阪、福岡など複数のドームを抑えて来春にも所属アーティストのお披露目も兼ねたイベントを計画していると報じていた。そのため、ヌームベリー誕生おめでとう。そして岸くんを帰り、簡単ふ、 これは、ドームツアーの匂わせってことで OK? ビッグな会場さすがです。まさか東京ドームだとは、初ドームツアーは東京ドームなのかな匂わせまとなと匂わせを感じ取ったファンの声が SNS にも多数寄せられた。来年の早ければ1月か2月にもニュームバー・アイのライブがあるのでは、と関係者の間ではささやかれています。 そしてそれがドームになるのではないかと。というのも、どうやらバックダンサーの振り付けが年末から行われるようなんです。バックダンサーへの振り入れはだいたい1ヶ月程度かかると。となると、やはり1ケラ2月ですからね。そしてバックダンサーを起用した催しといえば、ライブしかありえません。ドームという点で見てみると、嵐が消え、ニームバー、イはライブを控えている可能性が高い。 国民的グループの世代交代、その背景では、ジャニーズ事務所が消滅し、トベが台頭してきている。今、まさに男性アイドル業界が激変している瞬間ですよね。前でのレコード会社関係者。芸能界に大きな影響をもたらしてきたジャニーズ帝国が崩壊し、トベは盛り上がりを見せている。日本の芸能界は今、歴史の転換点を迎えている。 近く、横顔人君美人さんすぎる、神宮寺ゆ太ヌームバー、アイバー社撮影の裏側爆クイケスリーショット公開公開。15日に東京ドームで行った生配信で、平野は、コンサートは、やっていきたい。僕たちらしく、距離を縮めて、と切り出し、騎士も、曲でも、表現してきたい、と同意。神宮寺も、 曲を先に聴いて、このパフォーマンスを見てファンになってくれるのは嬉しい、と話していたこともあり、n ームバー r I の楽曲リリースとライブ開催は確実に行われるはずだ。実際は確